はい、今日はなぜ投資が必要なのかということをですね、話させていただければと思います。簡単に自己紹介させていただきますと、元証券マン、それからですね、海外に20年ほどビジネスをパラオ、フィリピン、ミャンマーと立ち上げて、現在は福岡南部の大木町というところで議員をやらせてもらってます。馬場隆と言います。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それではですね、まずなぜ投資をするかということに関して2つの観点から見ていこうと思います。1つ目、まず自営業者の方にとってのメリットですね。で、2つ目はサラリーマンにとってのメリット、この2つの点から検証していこうと思います。例えばですね、あなたがアスパラガスの生産をされている方だとします。まあ、日々努力してで生産を上げようとされていると思うんですけども、まあ、台風や大雨によって、水が田んぼの方に上がってきてですね、根が腐ってしまって、生産量が落ちてしまうとか、逆に天気の方が良くて、生産量がすごく上がったんですけども、皆さん生産量が上がっているので、相場が下がって値段が下がってですね、販売の値段は下がってしまったりとか、いろんなケースがあると思います。で、逆にですね、そういった農業商品は同じく相場で、需給関係で値段が決められるんですけども、そういったのを扱っているのが商品先物というマーケットになります。商品取引っていうのは一番大きなマーケットでいうとアメリカのシカゴで取引されてるんですけども、これはですね、1ヶ月後、3ヶ月後、半年後とかの未来の値段を売り買いする、またその期限がついてきますので、ちょっと知識がと経験が必要になりますので、ちょっと難しいです。ただその先物取引をですね、うまくこうパッケージにしてですね、株のようにいつも売買できるようにしたのが、例えば大きな例で言うと野村証券とかがやってる NF 農業商品 ETF っていうのがあるんですけども、これいつでも株のように売買することができます。もちろん農業商品はその種類によって値段の動きが違いますけども、大体連動していることが多いです。ですので、生産量がすごく多くなるだろうと、つまり価格が落ちるだろうという時にはですね、その農業商品の ETF を空売りする。空売りっていうのは、下がったら利益が出る方法なんですけども、空売りをする。逆に災害等が来そうで、生産量がすごく落ちて値段が上がりそうという時であれば、その農業商品の ETF を買うといったことで、実際の農業生産の収入減を補うということが可能になります。例えば家具の生産を経営されている方であれば、日々材木の輸入なんかを商社を通してされていることもあるかと思います。で、大きな災害、例えば今回新型コロナが起きたことによって、コンテナ船の移動が従業員のことも含めてですね、しにくかったりとか、国内の流通に支障ができたりとか、そういうのが読める、そういったことを見越した上でですね、そういった会社の株を空売りすることによって、下がったことによって利益を取ることによって、会社の損失をですね、ある意味ヘッジ、カバーするということも可能になるかと思います。例えば病院経営の方であれば、今回ですね、新型コロナワクチンのニーズっていうのはすごく高まったわけなんですけども、いろんな会社のワクチンがある中で、どこのワクチンがすごくいいのかっていうのは、なかなか素人目にはわからないですけども、医学関係の経験がある方なら、何かしらですね、ヒントで、どこの会社のワクチンが実際にですね、実用的で購入されるのかが読み通しができたかもしれません。それを投資に生かすことも実際可能ですから。はい、ちょっと話が長くなりそうなので、2つ目のサラリーマンの方になぜ投資が必要なのかという話をさせていただきたいと思います。一つ理由としてはですね、皆さんサラリーマンの方、結構一生懸命貯金をされている方が多いと思います。未来のため、子供のためのためにですね、貯金をしているわけですが、現在の日本円での貯金はですね、正直利息がすごく少ないです。日本円で、
貯蓄をすることは利息が少ないわけであって、この利息はですね通貨によってまたバラバラです。なので大きい利息がつくところの方がもちろんいいわけですけども、ただ海外にですね口座を作って、そこに預けるとかいうのを結構手続き的にもでも実情にも合わなかったりするので、 FX で取引をするということも可能になります。またですね、日本の未来に対して不安を持っていることもあるかと思います。まあ、現在日本の人口は減少傾向にありますし、新しい産業が育ちにくい、規制が多い国になっています。まあ、そういうことを考えると日本円でも資産を持っていくことはリスクになりかねませんし、また日本円じゃなくてもいわゆる国が発行する通貨に対して不安があるというふうに思う方であれば、なるべくお金をですね、金とか銀、代替通貨と言われている金属に変えるやことやですね、仮想通貨などに変えていくことも選択の一つかというふうに思います。このようにですね、投資はいろんな意味でバラエティを持たせてくれます。日本だけじゃなくて海外の株投資であったり通貨であったり代替通貨であったり、いろんな選択が増えますので、そういった多様性の中でうまく自分のセンスと組み合わせて資産の運営をしていくというのが大切になってくるんじゃないかなというふうに思っています。以上がなぜ投資をするべきかということに対する私の考えです。一番大切なのは自分で考えて自分で判断をする。これに限ると思います。昔ですね、いろんな証券会社や証券先物取引所で騙されたっていう方が多いかと思いますけども、騙されたということはつまり、営業マンの方に考えを委託してしまったわけなんですね。これはダメです。自分で考えて情報を集めて判断をして自分の運用をやっていく、それこそが実際の投資になるかと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。大木町を良くするぞー。